んは。今日はおしゃべり会2日目、ありがとうございました。ということで、おしゃべり会のそのままの服です。変わらないままです。このまま、このままおしゃべり会します。で帰ってきてないですよ。ちゃんと私服に着替えて、これでは帰ってません。おじさん連中セーラー服はテンション上がる。しまーす。制服、これすごいよね。制服にこうやってなんだっけ、トナカイが書いてあるんですよ。すごくない？かぶらないかなと思って。そう、クリスマス仕様なんです。ネットでね、ママが見つけてくれて、これ着たいって言いました。すごいよね、赤いから。サンタさんのコスプレが多いかな、多かったね。あの日に着れないのもったいなくない？そう、これはすぐね取れる、こうやってしたら。そう、すぐと、あ、例のひよちゃんはサンタだったから、コッペは何かなってドキドキしてた。私は制服でした。
普段はこんなおしゃれな制服じゃないですよ。こんおかしいから。そうよ。ちょっと現役。移動中なので無音のセーラー服。さすがにクリスマスだから。今日は串からありがとうございました。2日間ね、楽しかったです。初めてだった。そう、あと4年はまだ現役なので全然いけますよ。クリスマス抽選会はマッサージ機が当たりました、私。マッサージ機が当たって結構すごいやつらしいんですけど、私的にはなんか化粧品とか、もちろんあのディズニーのペアチケット、そういうのも良かったんですけど、マッサージ機が当たりました。マッサージできるかな、マッサージ。なんか振動でなんかいいらしいですよ。ありがとうございました。なんかね、なんていうの、そういうマッサージ機じゃなくて、なんか鉄砲じゃないけど、こういう鉄砲みたいな形でこうやってやるらしいから、そうね、ママたちにあげようかな。肩こらないですよ、私ね結構肩痛いんだよ。でも自分でそんなのやれないから、もう家族で使いたいと思います。やっぱり後から引いた方が有利だと思う。このやつしか当たってなくて、この人なの、この時間まで。いや、さすがにこれで帰ってきてない。そう、イクノちゃんがさ探したんだよ。あの、そう、イクノちゃんが落としちゃって、アイチーさんが、でイクノちゃんが拾った。すごいよね、もう空港さえ行けば空港券、航空券もうあるし、荷物持って空港さえ行ければもうすぐね。いいな。美顔器だった、美顔器じゃない、スチーマー
まあ、スチーマーだった気がする。他はなんだかあったっけな、ホテルが泊まる、ホテルで泊まれる券とか、ドライヤー、ボディークリーム、ギフト券、いっぱいありました。豪華な景品で、ね、しょぼいのでもスタバのあの券です、1000円分の、そう、外れなしだから。私さ、一番しょぼいのティッシュとかさ、そういうのありがちじゃないですか。だからそういうやばいよね、ヒーロー当たったんですよ、すごくない？アマゾンギフト券もいいけど、そうそう、リンリンリンカがね、はい、すごいよね、3万円だよ、すごいよね。こうツヤツヤに見せる化粧品、朝起きたらクリスマスプレゼントがお家に届いてるので、そう、今日のケータリングめっちゃ美味しかったです。フルーツって私てっきりさ、研究生結構本番まで時間がなくて、フルーツをなんか食べれなくて、勝手になんか H さんなかった、食べてないです。結局昨日引きずってました。だから渋ちゃんあんなに豪快にメロンを食べてたわけ、食べれなかった。ね、何が来るか分かんない。ねえ。いなくなって最悪じゃ。もうしなくなったんですけど。
だから今は有線のイヤホンでやってます。私ね、もう今回もお任せにしたんです。もう欲しい、昨日と今日のおしゃべり会美味しかった。チョコレートのロールケーキも美味しかったし、タルト、あとは何があったっけ、私エビの天ぷらみたいなのも美味しかったです。6組すごい。しめちゃんすごい。じゃあお疲れ様。え、なんでだろうね。なんか、もっと。お任せは難しいんだよ。確かに。その制服の X の写真変えすぎてメール登録しました。 ありがとうございます。iPad もあった。抽選会 iPad もあって、 iPad あったね。うちの母が晩ご飯と思ったら、お豆腐？お豆腐？カズカちゃんとプーズ探さん、ありがとうございます。今日のクリスマスディナーは、明日食べます。聞こえないぞ、喋ってないのに聞こえないって言ったよね今日。言いましたね。で、じゃあほぼ聞くだけです。ありがとうございます。3月は3部あるし、4月も3部あるし、そう、たくさんお話ししたいので、今日ぜひ来てみて、楽しかったなーって思った方はぜひ次のおしゃべり会もお待ちしてます。1月7日ここで会いましょう。会いましょう。
その制服で学校にびっくりされるし、どうしたん？メンバーの間で抽選会の景品交換とかはしなかったですね。でもしてる人もいると思います。多分私は見てないけど、肉豆腐とコロッケ美味しそう。お豆腐だ。今日みんな声大きかったですか？ね、なんか私が聞き取りが悪いのかな。もうちょっと、そう、私も今日は何回かあのファンの方にうんって言われることがあったので、そう、声を大きくしようと思って、そう、私もねもうちょっと大きくすればよかったんですけど、大きくします私もそう、初めてで、あ、こんな感じなんだと思って、次で学びました。私も大きくします。この制服はどこでポチったの？あのママがネットで探してくれました。3月も行きたくなったけど、その分は関東4月います。ありがとうございます。全然。3月9日に撮ってます。3月もね3部あるんだけど、完売目指してるのでお待ちしてます。名門私立女子校館あるね。確かなんかさ、こういう色の制服着てそう。ここはね、仕事できないからオンライン買ってるから、ありがとうございます。ねえ、マスクしてるのもあるよね。JK さん、ハートありがとうございます。黒さん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ともぞっぺさん、クマありがとうございます。ポアロンさん、雪だるまありがとうございます。めんめんさん、ハートありがとうございます。最強さん、だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。キャンちゃん、ハートありがとうございます。ただの魚さん、クマありがとうございます。トモトモさん、プレゼントありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。肉屋のよっちゃん、雪の結晶。KT さん、プレゼントありがとうございます。カードの人さん、お手紙ありがとうございます。結晶もありがとうございます。在宅声優、ハートありがとうございます。楽しみにしています。私もお見送り楽しみにしてます。嬉しいですね、あのお見送りは。ああいうのがおしゃべり会の最後にあるっていうのをしました。
ああいうのがねあるって知らなかったんですよ全然。バウチさんお使いありがとうございます。嬉しいね。いいクリスマスイブでした。ヤスさん、スノードームありがとうございます。リアルな小学校の初ココ展受けて涙溜めてるすごい、涙溜めてるって。1年ぶりの年合ってるかな。ハートありがとうございます。ハンちゃんやばいよ、身長抜かされそうで怖いんですけど。ハウステンボス楽しみ。ハウステンボスありがとうございます。もうちょっと、もうハンちゃんズの方たち、ハンちゃんの心情を止めてください。もう伸びないの、止まったのかな。私はもう150伸びなくなっちゃって、お待ちしてます。成長期、いつが一番身長伸びたかな。の方でずっと背の順のは後周りの子たちがどんどん伸びていって、だから小学生が伸びてたかも。小学生の時は背の順は絶対後ろだったから、高い方、ほんと159、まあ平均だよね。多分158が平均なんだよね。まあまだ伸びてるよ。パパとママは多分身長そんな高い方じゃない。ママが高いと思う。あのママがまあ高い方だとは思うけど、
女性にしてはママが高い方で、パパは低い方だと思います。170多分何歩しかないから、たさん知人がペちゃんいて DM よりもずっと可愛いと言ってました。やった、15から16で、嘘でしょ、40センチ？そんなことある？すご。前田くんハートありがとうございます。特上ラビット、あ、ラビットコーキありがとうございます。ハート、足の大きい子は背が伸びる、じゃあ伸びるかな。足今24なんですけど、葵ちゃんお疲れ、ありがとうございます。片寛兵衛さん、クマありがとうございます。自分は中学で泊まったよ。私も止まるかな。24節ぐらいの4ぐらいの節、やばいやばい。160は行きたいんです。159はもうちょっと中途半端、160行きたいんですけど。カープとなっちゃん推しのただしさん、ありがとうございます。僕と足のサイズ一緒、一緒じゃあいっか、じゃあでかい方。ユナの足で、ユナ大きいよね。だってレッスンシューズびっくりしたもん私。ユナって。ハンちゃんに見下ろさせ、絶対に私は見下ろさせられさせません絶対に。まあ確か大きすぎても可愛い靴がないもんね。それはそう。クロさん、決勝ありがとうございます。ファンの方みんな身長高いもんね。みんな身長高いよ。みんな身長高いです、ファンの方は。あいたかさんプレゼントありがとうございます。私の兄ちゃん29センチ、足見つからない。安い。バウッチさん、ゆきだるま。上を向いてました。ナミさん、ハートありがとうございます。アナクマ一郎さん、ハートありがとうございます。よく頭つけて高いの不便。そうね、私のお兄ちゃんはおばあちゃん家の
暖かいと思った。本当でも学校はに行くと本当にそんな身長ないんだよね。でも一応クラスでは2番目に高いです後ろから1個私より高い子が1人いて、私と変わらないくらいの子が1人いるんだよね。でも学年で見るとそのもっと高い子が何人もいます。でも上位に入ると思うこれを維持しないと。身長高い、やっぱり身長高い方が後ろに行けて結構なんか何をやるにも名前順はタなので真ん中ら辺ですね。ちょうどなんかどっちにしろそういう並び順だってさ、名前順での方が有利ですね。並ぶなら何をやるにも名前順めっちゃ早い子はかわいそうちょっとそれはかわいそう。後ろに行くと何がいい、なんだろう、順番も全部後ろだし、やる順番もなんだろうね。テストとかもなんか体育のテストとかもだいたい背の順か名前順だから最初にやんなくて、やっぱ一発目ってあれだから、そういうのは後ろの方がいいけど、一番最後すぎても嫌なのでちょうどいいくらいがいい。小学生の時有利だったのに高校で身長高い子多くて一気に不利になりましたそうよね、名前じゃ真ん中くらいです頼んで。迷子の郷さん、決勝ありがとうございます。ありがとうございました。この前撮影したら中3で170の子、中3で170すごいね、羨ましい。私の一個が上の学年の中3の今中3の人のね、173だっけ、173か5、の人がいますよ、一人。小学校の時からめっちゃ高くて、今も高い。めっちゃ足長くて、めっちゃ身長高い人がいます。175だったかな、3か5です、4はない3か5だいぶ違うけど、びっくりするっていうかめっちゃ高いです身長。さあ明日500回記念配信なんですけど、
そう、公園にかぶっちゃって申し訳ない、目撃者公園なのに。198、え、すごい、もうバスケットボール選手くらい高いね。それはそれ、レイちゃんに高いんですよ。男の人がそれくらいだったらまあまあって感じだけど、女の子がそれぐらいだったらめっちゃ高く感じるよね。ね、景色が違うんだよね。でもさ、高いストーンと景色を見てみたい。どんな、だって常に高いじゃん、目線が。だからどういう景色なの、ちょっと気になる。すごい、バスケ、ほらやっぱりそうなんだ、バスケの選抜だって。やっぱね、身長高いとバスケしないともったいない。バスケかバレーもったいないよね。飛行機遅れたって、え大丈夫ですか、それは。ええ、それ飛行機遅れたらやばくない？え、どうするん、飛行機遅れたらどうする。この角明日レアちゃん、そんな、え、レアちゃんくらい追いつけるかな、この角。よかった、なんとかなるなら。あ、そういうこと、飛行機遅れたってこと。乗るのが遅れたんじゃなくて飛行機が遅れてるってこと。どうなんだろう。特上ラビットコウキくん、たくさんレインボースターありがとうございます。そっちか、じゃあよかった。乗り遅れたのはやばいと思ったけど、飛行機遅れてるのはまあまあまだ大丈夫。乗るの遅れたらやばいよ、危ない。配信見てて時間が分かんなくなったのかと思う。太郎さかなさん、くもありがとうございます。
こちらからありがとうございます。家に帰りつくような喋り会、そうです。皆さんちゃんとあの家にたどり着いてください。飛行機の遅延が、一生ありがとうございます。前生きがいのレックで東京行った時も飛行機の遅延めっちゃすごかったです。めっちゃ遅れた。1時間以上遅れました。行きとかは特に。コッペ飛行機とか行くちなみに、どういうこと？並びそう。生きがいの衣装のグッズ欲しいよ。かわいいよね、あれみんな。決勝ありがとうございます。何人か前に並んだ女性のファンの人がコッペ可愛すぎるって思う。でもそのうち行き気にしててください。いつか出ると思う。ロックマン？ハートありがとうございます。可愛いけどまだ中学生だからっておしゃべりたいから我慢してる。なんで？来てください。めっちゃ可愛い。ニコニコ顔で礼持ってくる人多数だった。やった嬉しいね。どうぞ晩ご飯に呼ばれますか。いってらっしゃい。コカノゼロさん決勝ありがとうございます。はい、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位、ウッチーさんありがとうございます。12位、カトペ君ありがとうございます。11位、ジージリンモンさんありがとうございます。11位、バウッチさんありがとうございます。9位、マイノ君ありがとうございます。8位、クロさんありがとうございます。7位、関太郎さんありがとうございます。6位、MJ ジュニアさんありがとうございます。5位、特上ラビットコウキ君ございます。3位、のりっぺさんありがとうございます。2位、やすさんありがとうございます。1位、へたありがとうございました。はい、じゃあ2日間来てくれた方ありがとうございました。次は会場でおしゃべり会もあるのでお待ち。はい、ではありがとうございました。2日間、はい、バイバーイ、ありがとうございました。